8月26日、松山市宮田町の松山地方法務局で全国一斉子どもの人権110番強化週間が始まりました。夏休み明けの時期に合わせて、子どものいじめや不登校などの悩みに無料で電話相談に応じる子どもの人権110番の強化週間が26日から全国一斉に始まり、県内でも相談を受け付けています。このうち松山地方法務局では、普段より受付時間を延長して、午前中小中学生から学校が始まることへの不安を相談する電話が寄せられていました。よく頑張ったねとか、よく頑張ったから少し休んだらとか、大丈夫よとか、お友達。夏休み明け前に、こういった相談電話を開設することによりまして、お子さんがお持ちの悩み事を少しでも和らげることができればということを、理由としましてですね、子どもの人権110番、強化週間を実施しております。いろいろこう一人で、悩み事を抱え込んでおられるお子さん方、またご家族の方等がいらっしゃるかと思うんですけれども、そういった方の悩みに寄り添ってですね、お力になれるようにご相談を受けまして、その悩みが少しでも緩和できるような形でですね、こちらも対応していっておりますので、どのようなご相談でも結構ですので、お気軽にご連絡をいただければと思っております。夏休みが終わるこの時期は、学校で抱えていた問題を強く思い起こしてしまい、自殺者が増える傾向が。いじめや虐待に関わらず、どのような悩みでも気軽に連絡してほしいとのこと。子どもの人権110番は9月1日まで、平日は午前8時半から午後7時、土曜日曜は午前10時から午後5時まで、人権擁護委員や法務局の職員が無料で相談に応じます。